ブレーブス戦の1回、周囲に倒れるドジャース、大谷イコール、トゥルーパーク、撮影、水島圭介ブレーブス、マイナスドジャース、13日、アトランタ米大、リーグ、ドジャースの大谷翔平投手、30、は、1番 DH で、先発出場し、5月にデビューして5勝の右腕、シューエレンバックと初対戦。2戦連続のアーチが出れば、48本塁打、48盗塁となる。1回戦投の第1打席は、カウント2から1から、内角低めのカットボールにやや差し込まれて、中飛に倒れた。9番ロハスのソロで1から5として回った3回1、市の第2打席は、カウント1から2から、外角低めに沈むスプリットを振らされて三振だった。一球速報へ、大谷の成績へ。